おはようございます。おはようございます。おはようございます。あいにくの、はい、雨模様。雨一日雨です。エアコン来たら雨多い。やだね。いやでもまだね、釣りにとっては、いいかもしれないね。お魚さん、そうね、釣れる確率が上がるかもしれない。そうね。まあ今からマリーナへね。マリーナでちょっと行って、今回ガイドしてくれる方が、はい、柴田さんと、はい、ホンクスさんって方、はい、2艇で、はい、行く予定なんですが、うん、はい、2人とも俺面識ある、あれあります？これある。 あるね、はい。まあ、フィッシングショーとかでね、うんうんうん、そう。まあ、柴田さんに限っては、多分この琵琶湖の、うん、ガイドをされててね、うん、お昼ご飯時には絶対レストランがあるわけさ、ボートでね、こう、うんうん、そこのところで、まあ、よく見るね。でもなんか電話した感じ、ちょっと厳しい状況が続いておりますと。今ね、うん、なるほどね。まあ、今日から変わるかもしれない。まあまあね、やってみようと、そればっかりわからんけどね。ちょっと雨なんですが、元気を出して、元気はそこそこ出していきますかね。いきますね。はい、はい、後ろからは切ってくると、テレキがついてきておりま す、はい、じゃあ後でついたらチーム分けしようぜ。 OK、はい、はい、じゃあもうちょっとでつきますので、はい、もう少々お待ちください。はい、はい、おいちゃん、おはようございます。キッタ君、おはよう。おはよう、テル君。こうかね、釣れるよ。釣らしてもらいましょう。目標はみんなかけて1匹です。おはようございます。おはようございます。今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。よし、じゃあ半分けします。はい、いいですか。じゃあグッパーで決める。グッパーで、グッパー。じゃあ俺口で言うね。柴田さんも出して。なんで柴田さん。僕も出せたそんなことある。僕やってもらう。あ、じゃあ柴田さんは僕の代わりに。あ、なるほど。あ、そう、なんか責任重要。いやいや、僕どっちでもいいんで。はい、どうぞ。5人だよ。せーの、はい、はい、もう一回。せーの、おお。ここチームだった。なんで残念そうやね。残念そうやね。残念そうやね。じゃあ俺、宗男さん、じゃあ徳ちゃん、そっちにハンディ1台任せるよ。よし。で、昼ぐらいからまた入れ替わろうかなと思って。あ、そうやね。はい、あ、うちのデカいな。よろしくお願いします。ホンクスさん、よろしくお願いします。大きい準備万端じゃない。はい、ホンクスと言います。ホンクスさん、でかい。はい、よろしくお願いします。でかい、ほら、ありがとうございます。頑張ってますよ。今日はもうそれしか投げないですから。今、グループ分けして3人、はい、あ、で、どう乗るとか決まってるんですか。決まってないです。でもこう乗りますか。こんな感じで、こんな感じで最初、はい、はい、じゃあよろしくお願いします。行きましょう。頑張ると。行きましょう。行きますか。柴田さんの船はこれです。あ、はい、わー、かっこいいな。奇跡のタイミング。かっこいいな。じゃ行きますか。行きましょう。行きましょうか。あれ、めっちゃ久々じゃないですか、琵琶湖ボート。いや、俺初めて。すいません、なんか琵琶湖ボート僕初めてです。マジですか。はい、でもみんな釣れたらいいけどね。みんな釣れたらいいですね。そうなんですよ、1人1本ずつでも。はい、これが目標ですね。結構難しくて、産卵の時期なんで、ナーバスなんですよね、ちょっと。ナーバス追っかけてきて食う感じじゃないんで。ああ、そうなんだ。浮いた浮いた。欲しくなったですか。どうすか。欲しい。買いましょう。高すぎて買えない。九州でこれ持ってても。確かにいないっすね。使うとこない。見たことない。使うとこない。お、向こう軍チームやから。チームやから。お、向こうからも取られてる。ホンツさん、でかい。でかい。ホンツさん、でかい。でかいっすか。でかいです。でかいです。やっぱりコボクロみたいな。面白い。デコボコすぎて。じゃあ行きましょうかね。はーい、はーい、来るぞ。うぅー、早ー。胸押し、どうぞ。
マジで？いいよ。こっち入っていい？それはだって、すねやし、琵琶湖ボート童貞ですから。童貞童貞卒業しよう。あ、マジか。行きましょう。卒業したいよね。ここは最初何を投げていくんですか？天気的にも巻きたい気持ちがあるときやろうけど、これ釣れないんで巻いても。おぉ。もズルズルして。はい。はい。2つとかで行きましょう。はい。あ、ここはライトリグします。ライトリグ。はい。はい、で、ここは港になってるんで、そこが三代筋って言って、はい、船の航路になってるんですよ、はい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 、そこを伝って冬のバスが目覚めて浅い方に上がってくるっていう航路、魚の回遊ルートになってるんです。だから居ついてるやつを食わせるというよりは回ってくるやつを待ち伏せるっていう。じゃあ行きます。はい、はい、とあ、切れた外れたホームが外れたワームナックラタブラの高見さんの方に。あ、大丈夫、全然大丈夫。寝る瞬間の高見さんの高見さんの方にわーっと、完璧です。あー、もう釣れました。はい、いただきました。琵琶湖のバス見たいな。釣り出したら多分コンモン釣れるだけですよ。周りの船もコロコロって釣れ出すんで。よしよし。なんか一匹釣れたら両方の船釣れそうやで、海遊やから。さあ、木村氏参戦。はい、ありがとうございます。ああ、釣れたってよ。釣れました。アクションの説明はさっき聞いた通りでございます。聞いてます、聞いてます。もうなんとなく当たったらちょっと緩めて、しらあーグリ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 ダーンと。お、向こうもみんなでやる感じだな。今日は長い戦いだ。長い戦いだ。確率を上げていこう、みんなで投げて。雨も降ってますしね、なんか、うん、ちょっと魚見らんとこう、モチベーションもね上がらないと思うから、ね、よし、はい、やろうやろう。みんなで投げてやりましょう。もう向こうもみんなで投げてるから、はい、確率を上げましょう。上げましょう。って持って行ったけど、はい、合わせたら抜けた。おー、今ドキッとした。当たった。当たった。なんかアジングの合わせでしょ早いやつシャッて沢先で入れる。今ドキドキした。マジかよ。ずっとなんかいいラインに入って、なんかずっとこうゴロタにちょっと引っかかって抜けて、ちょっと引っかかって抜けてみたいなの繰り返してたら、ポッて抜けた瞬間にうーん、スーッと走ったんですけど、うん、加えただけとかあるんですかね、針まで行かない。ありえるっちゃね。ハムってしたらもうハムってハムってしたら、あー悔しい。マジか。あー、行く？行きますか。ワンバイだったよ。マジっすか。抜けた。乗らなかったっすか。乗らなかったよ。あー、がっつり持っていったよ。あ、持ってったんすか。トン。あー、ドキドキした。完全に魚でした。完全に魚です。うぅ、ゴロタ抜けた瞬間に、緩めた瞬間、トンってドキッとした。さてさて、移動しますかね。移動しましょうかね。展開に次、あれですよね、リズムウェーブですね。得意なやつですね。おぉ、タイ釣ったろかな。これやつタイ釣ったろかな。タイじゃねえ。タイじゃねえ。あ、俺タイじゃねえ誘惑やタイじゃねえ。大じゃね。助けてモネオさんっていう。じゃあちょっと、場所移動します。はい。移動。さあ移動してきたよ。移動してきました。川。ちょっと一本欲しいですね。釣れたらいいね。でここで使うのが。優しい。リズムウェーブバイ。リズムウェーブ。じゃあちょっと準備しますかね。はい、準備しましょう。はい、準備しましょう。さあリズムウェーブ。リズムウェーブなんでね、やっぱり何かが起こると思うんですね。確かに確かにっていうのもなんかおかしいけど奇跡を起こしてくれる。奇跡を起こすリズムウェーブ。はいはい、どうぞ。はい、行ってらっしゃい。行きます。さあ向こうも釣ってますね。
それでは、はい、ちょっと本地邸と、はい、さよならしますか。さよならしますか。ちょっと僕たちあの魚釣ってくるんで。僕ら今から60釣り。僕ら70っすね。70。もういいでしょ。違う、タイ。タイ。じゃあ昼からお祝いできるっすね。あ、ここから別れる。別れます。別れます。じゃあ健闘を祈る。また後ほど。はーい。頑張れよ。頑張れよ。気をつけて。はーい、行ってきます。よし。行きますか。行きますか。お前がいるスタイル。今から柴田さんスタイル。柴田さんスタイル。よっしゃ。結構釣れる状況だったらね、一緒にバーターが面白いんですけど、はい、もう個々の釣りをやっていく方が多分ですね。いいと思う。確率は上がります。そうしましょう。よし、レッツゴー。無理に僕らが笑ってられるように。さあ、移動してきました。はい、移動してきました。もうだいぶまた大幅に移動してきました、ね。はいはい、これあれですね、ファイバース。ファイバース、ファイバース、私大好き。ファイバース、プリッとして可愛いですね。大好きなんですね。ファイバース、完璧ですね。準備はもう万全ですけどね。喋ってる最中なら来るっすよね。はい、お、当たった。当たった。マジ？当たった。当たった。よし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 。お。よっしゃ。よっしゃよっしゃ。やったやった。いやだー、帽子取れた。帽子が取れる。いやナイスナイス、やったー、ナイスナイス、ナイス、いいわ、すいいわ、さあいいとこかかってます。ほら丸飲みしてくれてるんで。ウニョシ卒業おめでとう。ありがとう。童貞卒業した。おめでとう。いい、おめでとう。おー、でかい。ありがとうございます。やっぱかっこいいな、琵琶湖のバス。なんかかっこいいんですよね、模様がね。はい、はっきりしてて。おめでとう。ありがとうございます。やった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 。うわー、やったー。あたり乾麺持ってったでしょ、コーンって、はい、コーンって今みたいに落ち着いて、ちょっと一瞬こうなったけど、バンって落ちたら滑って、バチッ。よかったー、いい感じがしますね。いやー、おめでとう。ありがとうございます。いやー、この一匹はでかいよ。こっからですよ。こっから、こっからサイズ上げていきましょうかね、じゃあね。とりあえず、これ濡れてるけど変えようかな。じゃあファイボスに。ファイボスに。時代はファイボスです。ファイボス。やっぱ大好きなルバーやからね。釣れるに決まってるんですよね。サイズ上がるといいですね。そうね。ね、こっから行きましょう。うん、とりあえず。僕らの気持ちは上がったんで。魚見れたー。かっこいいな、やっぱ琵琶湖のバス。あの模様がね、他のフィールドとはやっぱちょっと違うんですよね。かっこいい。次はキミ君だ。僕ですか。僕はもう釣れますから大丈夫です。何の根拠もないけど。あ、じゃあどこだった。あ、マジで今どこ釣れたんじゃねえの。あ、まだおんの。マジか。今ね、まさかのね、こちらはね、宗男先生がね、一発スーパーフルフッキングをかましてね、お、なんとバスをキャッチできました。おーい、おーい。ルアーは何でしょう。ファイボス。ファイボスです。あ、次キムさんが対応するところです。間違いない。っていう今伝説的なことが起ころうとしてる瞬間やから。ね、うん、また下ってきたら電話ちょうだい。あの東は大丈夫だ。釣れたのかな。浮いてるけど。どうなんだろう。うん、あ、でも琵琶湖マスター徳ちゃんがあるけんね。あ、ごめんごめん、うん、え、誰がかけた。坊主なし。じゃあ僕もファイボスでいきますよ。はい、ファイボスするぞ。よし、ついつい。こっちだ。いい、こぶしてきた。やっぱ魚見るとテンション上がるよね。そうですよ、気持ちいいバイトですよね。ありがとうございます。ポンって当たってる。あれ、こう描いてましたよ、こうやって。行くよ。よし、来た。うっざー。
やったナイス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 、おっでかいんじゃない、よっしゃ、やった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 ナイス石ですよ、ほらでかい、やっとほらでかいっす、うわやったすげえ、でかいっすね、いい魚、やったナイスショットっす、はい、ボースあー気抜いてたドドンドンスーって持っていった、どうやったですか合わせ、え完璧です、はい、よかったいい魚です、4号ぐらいですね、ちょっとサイズアップして、はい、いやかっこいいな、いやありがとうございます、てかマジ綺麗、綺麗、めっちゃ綺麗ね、こういう柄の財布が欲しいよ、あ財布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 バス柄の財布、ヒョウ柄じゃないですね、バス柄のバス柄ありがとうございます、ありがとうございます、やったね、ここは予定通りですよ、これでお昼行けるし、行ける、ほんとや、おいしい昼飯食べれる、ほんとや、いやーいやーいやー、うわ、そった そった、いやなんか一本するとほんと気持ちが楽になりますね、全然違いますよ、全然違いますよ、全然違いますよ、ゼロと100ですから、全然違う、そう、ゼロと1じゃない、100ですよ、100、ご視聴ありがとうございます、メインのチャンネルはこちら、料理のチャンネルはこちら、高評価チャンネル登録よろしくお願いします、インスタグラム、ツイッターのフォローもよろしくお願いします、じゃあね。